はい、どうも、秘密結社笛ガムソースイハッチでございます。今回は、笛ガムスポーツ第262回ということで、サッカーニュースですね。松本山雅の反町康晴監督退任ということになっております。いや、もうね、このニュースがね、今シーズンが終わって、 J1 が終わってね、早々に発表された時にはね、まあ一昨日ぐらいか、もう本当ね、一つの時代が終わったなという感じがしました。まあ、何しもね、松本山雅の、ね、サッカーの試合も、まあ、今年こそね、カテゴリーが違ったりしてなかなか行けなかったんですが、まあ、毎年のように現地ね、アルウィンのホームゴール裏でも見せてもらってね、アウェーゴール裏にも甲府のね、方の応援で行ったりもしたんですけども、まあ、松本山雅が J1、2回と J2 昇格直後に反町監督が就任して、なんとね、8年で J1 昇格2回もあったんですね。まあ、他のクラブで J2 昇格してから J1 初昇格までっていう年数で考えても、8年でね、J1 まで到達してないクラブが多々ある中で、 J1 昇格2回、まあ、エレベータークラブというふうに、ね、言えるレベルまで達したのはね、もう反町監督がいたからこそ、他の監督だったら誰一人としてそこまで達成できてないということを考えると、もうこの事実だけでも、最後こそね、J1 こうからの、残留ならずということで残念な形にはなりましたが、まあ、誰よりも偉大な監督の一人ということができたと思います。まあ、これはね、裏を返せばね、甲府の、ね、立場から見れば、誰よりもムカつく監督の一人ということになる。もう誰よりもムカつく監督の一人じゃないですね、もう最悪ですね。まずね、今現在甲信ダービー、松本山雅対ヴァンフォーレ甲府、公式戦5連敗中です。ふざけんなって話でね、まあ、なんだかんだ言って、この昇格前からね、トレーニングマッチしてきた中で、まあ、負けてこなかったというかですね、もう地域リーグの松本山雅もう、まあ、胸を貸すっていうかね、サブメンバーでね、相手してそれでも勝つみたいなね、もうそういうイメージが強かったところに来てですよ。まあ悪いけどね言っちゃえばね、まあ そこで J2 上がってきた、じゃあまあ J2 上がってきたばっかだしなと思ってたら、初対戦が引き分け、まあその年2012年のね、2戦目こそ勝ったものの、そっから5連敗。まあ、甲府サポにはね、松本山雅のこと今でも舐めてる人多いですよ。勝って当たり前みたいなこと言う人が多いですよ。ふざけんな。まあ、それはそれで両方見てきた、まあ、その地域リーグ時代からね、松本山雅の方もね、見てきた僕としてはふざけんなって話なんですけども、まあ、そんなチームをもう J1 昇格2回、まあ、甲府との対戦成績で言えば5連勝中ってことになりますね。まあ、そこまで育て上げたのは、もう反町さんのお力ゆえということになります。もうね、反町監督には勝ててないと。まあ、言っちゃ悪いけど、松本山雅に5連敗中っていうより、反町監督にずっと勝ててないから、反町じゃなくなりゃ余裕よみたいなところはあるんだけれども、それっていうのも、もう10年前の話になりますけどね。これもう毎年のように、まあ、10年経っても、もう悔しくて夢に見るぐらいのね、負けがね、2009年11月23日、まあ、この日の湘南戦、当時湘南の監督だった反町康晴、まあ、ヴァンフォーレ甲府と湘南が昇格争いをしていて、得失点差で甲府の方がやや上だったのかな。まあ、そこでのね、直接対決、2対2で迎えた後半ロスタイム、うちのね、当時のキーパーが、その年で引退する阿部健作だったんだけれどもね、阿部健作はね、これ飾ってきゃよかったね。これ今でも引退の時のね、記念のペナント飾ってるぐらい好きだった選手なんですけども、まあ、大怪我して引退っていう最後の年に、まあ、復帰してはいたんだけども、サブのキーパーに甘んじた阿部健作が、まあ、メインのね、レギュラーのキーパーの怪我でシーズン終盤出ざるを得なかったと。その阿部健作 のセットプレーの癖を研究して、後半ロスタイム、コーナーキックを押し込まれて失点して負けたという試合があったわけです、10年前。この時のね、湘南側のね、応援に来てたのが下田北斗って、うちのうちに甲府に加入して、湘南に移籍して、今川崎フロンターレにいる選手が観戦に来てたそうですね。湘南サポートして。もう、そんなことを思い出すたびに悔しくてたまんないんだけれども、まあ、そんなね、セットプレーをデザインするとかね、そういう点、もう唯一無二の監督ですね。少なくともセットプレーで入る点の割合っていうのを考えた時に、この能力ってだけでもね、大したもんです。
今年ねセットプレーで失点しまくったねあのヴァンフォーレ甲府の伊藤明って監督にも教えてあげたいぐらいのレベルの監督ですね。まあ振り返ってみれば新潟の時代もねあの対戦成績見るとあの今五分五分ぐらいの新潟と甲府の対戦成績負けたのほぼ反町の時に負け越してて今最近は勝ち越してるみたいな感じになってるんでね、まあ、あの反町と相性最悪です。まあ反町が退任した後のクラブには勝ち越してるって考えたらもう退任ありがとうですね。あの甲府サッカーしてくれたら退任してくれてありがとうっていうだし、まあ、松本をね見てきたっていうことで言えばソリーさん本当にお疲れ様でした、ここまで育ててくれてありがとうございましたって、ね、ありがとうの意味はそれぞれ違っちゃうけどね、もうありがとうしか言うことはないですね。まあ、そして今後の活躍もまた期待しております。まあどっちの視点で見てもすごい監督でしたよ。だからね本当お疲れ様しか言えないんだけどもどっちの視点から見てもこうなるとリスペクトしかないですね。どうもありがとうございました。